だからその政治だけじゃなくて、まあ、官僚とそれから電力会社とそれから電力会社の関連企業まで含めてですね、その、まあ、持ちつ持たれつのお互いも儲けましょうねと、うん、その儲けの一部っていうのは官僚の天下りっていうことでですね、まあ、官僚の側にもそのおこぼれが落ちてくるっていう、そういう形になってるんです。小林さん、まあ、経済産業省ですね、まあ、旧通産省時代から、まあ、こう規制勘定と言われてですね、まあ、その新規参入とか自由競争を逆に、はい、産業を育成すべき立場なのに規制してきてましたよね。はい、まあ、これが、まあ、今のお話のこう、まあ、自分たちのこう利権構造を生む、はい、一つの武器になってますよね。そうですね。ただ経産省全体としては割と自由な分野の方が大きいんですよ。例えば自動車とか電気とかですね、そういうふうに強くなってるところっていうのは逆に規制がなくて、まあ、企業は自由に競争してるんですけれども、それは昔はいろんな規制とかもあったんですが、それはどんどんなくなったんですよね。だけど電力の世界っていうのだけは、もうずっと規制が残っていて、まあ、ある程度の規制は世界中どこでもあるし、仕方ないところがあるんですけれども、まあ、本当に戦後作った仕組みがほとんどそのまま残っていて、でだから本当に規制と予算によってがんじがらめに、まあ、なっている、まあ、分野なんですよね。じゃあこの電力の市場を自由にしたりね、原子力発電に対する考え方を根底からその政策変えようなんてことになると、経済産業省のお役人にとってはどういうことになるんですか？いや、ものすごく困るんですよ。だからおそらく何十じゃ効かないぐらい生下りポストが関連であると思うんですね。ですからそれが全部なくなるっていうことになると、うん、本当にそういう人たちが困るし、それからそこにこれから行こうと思っている自分たちも困るっていうことで、ですからそれを守ろうとするわけですよね。だからいくらその例えばなんか菅さんの時代に脱原発とか言ってもですね、経産省自身は全然そういう気持ちにならない。思ってません、経産省の役人は。いや、だからそのこと考えてないですよ、絶対。あ、考えないんですか？ええ。はあ、そういうもんですか。今日のニュースでもね、はい、東電が事故の賠償にいるお金をですね、国に支援を要請したと、7000億円、いや、もっと先に東電やることあるやろうと、そんな感じ、もう簡単に税金持っていくんかいって私思うんですよ。いや、でもね、これはまあどっちみちね、税金か電力料金で取られることになるなっちゃうんですけど、まあ、その時に最大の問題は今はですね、やっぱり被災者助けるのは大事だから、最後本当に東京電力ができなくなれば国が出てってもしょうがないんですが、本来はこれビジネスの世界でやってた話で、で銀行とか株主っていうのが、まあ、投資したり融資したりしてるわけですね、東電に対して、でその人たちは責任取ってないんですよ、全然。はい、で株主は守られるし、それから銀行の債権も全部今守るっていうことになってるんですね。で普通の企業であればものすごい事故を起こして、それ損害賠償払えないっていうことになれば、まあ破綻処理でですね、会社更生法とかそういうのになって、その経営陣は当然クビになりますし、で破産管財人っていうのが入ってきて、でも思いっきり大なたを振るうんですね。でその過程で銀行の債権っていうのは大幅にカットされるわけですよ。もしそれを東京電力に当てはめれば、銀行の債権ってまあ4兆円以上あるんですが、それのまあ例えば8割、9割カットすればですね、3兆円、4兆円っていうお金が浮くんですね。だけどそれ守るので、守るっていうことはどうなるかっていうとですね、その分を税金と電力料金で払うっていうことになるんです。これ枝野さんが官房長官の時には結構厳しく言ってましたけど、経済産業大臣だったら全然そういうこと言いませんね。まあっていうか、もともとですね、枝野さんって弁護士だからよく分かってるはずなんですけど、その銀行にその債権をカットしろって言うっていうことはですね、そういう破綻処理をしない限り言えないんですよ。それもし会社更生法とか使えば裁判所が出てきて、それでまあ裁判所の判断で最終的にそういうことが行われるんですけど、今のまんまだとですね、銀行にいくら債権放棄してくださいって言ってもですね、銀行は嫌だよって言えばそれで終わっちゃうんですね。だからそんなことは弁護士だから百も承知なはずなので、私は稲野さんは本当に銀行に大なた振るうなんてことは
考えたことはなくて、ただ言ってるだけでですね、うん、だって官房長官だから閣議でサインしなきゃいいんですよ、本当は。うんうん、あの法律に対してですね。うん、そうか今の法律がある限り、そういうあの仕組みってできないんですよ。だから、例えば下神戸さんっていうあの、まあ、調査委員会のですね、委員長がいて、まあ、あの記者会見で、まあ、皆さんなかなか分かりにくかったと思うんですけども、あの委員長がおっしゃってたのは、要するに自分だって皆さんが言ってることは分かるよと。うん、分かるし、だあの そ, ういうことそういう、まあ、例えば銀行に債権放棄させろとかですね、そういうようなことは分かるんだけど、もうもともとこの法律の立て付けがそういうことができないようになってんだから、できないものを法律家である自分がやれるはずないでしょって言ってるんですね、翻訳すると。そういう翻訳で、よく読み取れますね。あのいやそれなかなかわからないんですけど、そういう意味なんですよ。だから法的にはできない、法的にはできないっていうことを強く言ってたんです。それはそういう法律の枠組みを先に国会で作られちゃったから、いくらその国民がやってほしいって言ってもですね、そんなことはできない仕組みにさせられちゃってんですよっていうことをおっしゃってたんだと思うんですけど、これも絵を描いたのは財務省と言われてますよね。そうです、まあ、財務省はただなんていうのかな、その原発を、あの、東電を守りたいっていうよりは、要するに、何でもいいけど、余計なツケを、財務省に持ってこないでくれと。うん、そうですね。だ電力料金で基本的にはなるべくやってくれっていう、そういう発想なんですね。古賀さん、ごめんなさい。はいはい、お時間がね、あまりたくさんはないので、はいはいはい、最後に、ラジオネームミロンさんという方、これからのことですけど、やっぱり日本のために古賀さんの力をもっと発揮してほしいと思うんですけど、はい、ありがとうございます。これからどんな形なさるんですか？ですね、要するに改革したい人っていうのがまだまだ少数なんですね。で、特に官僚に、自身に自分で変わってくれって難しいから、やっぱり政治家が変わってもらわないと困るんですけど、政治家の中での改革派っていうのはどうしても少数なんですよ。自民党にもいるし民主党にもいるけど少数だから力発揮できないので、私はそういう改革をしたいっていう政治家の人たちにいろんな、まあ、政策立案とかそういうことのサポートをしたいっていうのが一つですね。いや、古賀さんにも政治家になってくださいっていろんな政党言ってはるでしょ。そうですね。それはすごく言われるんですけど、ただ知事選にも出てくださいとか言われてあるでしょう。あ、そうですね。だから、まあ、大阪の方とかもありますけど、ただ私は、政治家になるってものすごいエネルギーがありますよね。うん、もう、時間はほとんど全てそれに費やさないといけないし、お金もいっぱいかけなきゃいけない。で、やっと手に入れるものは、ただ、一議席っていうことになるので、それよりはですね、私は、より多くの、改革したいっていう政治家の先生をサポートすることとですね、それから、やっぱり、地方にどんどん、いろんな権限とか予算を移してですね、各地域が頑張るっていう形にしていかないと、今の中央集権の仕組みでは持たないと思うので、今度地域で改革をしてくれる、まあ、地方の首長さんとか議員の方々のサポート、っていうのもやりたいと思っているのと、それからあと国民の声を政治家に届けなくちゃいけないって、そのために国民にいろいろ情報を提供しなくちゃいけない。そういうことをもうだから、まあ、翻訳するっていう形で情報提供するのと、それから国民の皆さんに呼びかけてですね、そういう改革派の、政治家をサポートする、そういう、まあ、キャンペーンっていうか運動っていうかですね、そういうものも立ち上げていきたいなとか、まあ、いろいろ考えてます。で、特に若い人に頑張ってもらいたいんで、若い人たちをサポートするっていうのを考えたいと思ってる。なんか本当の意味の、改革派の人とくっついてくださいね。そうですね。改革の名のもとに、とんでもないことする人とくっつかないように、ぜひ、お願いしたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。古賀茂明さんに伺いました。